皆様スーパーおはようございます。ウィーアー木更津駅。疲れてるならお家に帰って休んでください。まあまあ、それはさておき、今日は何をするのかな。本日はくるり線に乗ってきたという動画です。またあまり聞いたことのない路線に。くるり線は木更津からくるりを経て上総亀山駅までを結ぶ楽しい路線です。実は休日お出かけパスで乗れる路線なんです。フリーパス対応なら気軽に乗れるね。本数は多くなさそうですね。で、今回はくるり行きに乗った後、後続の上総亀山駅に乗ります。これが実際に乗る車両ですか。こちらキハ130系という機動車です。電車じゃないんだ。とにかく乗ってみましょうか。なんか独特な色ですね。 JR 東日本の機動車ってなんか面白いデザインしてるものが多めですよね。デザインこそ首都圏の列車に似てますが、早速乗り込みました。あ、この辺段差あるんですね。E721 系は低床化がされていたのですが、これはそうではないようですね。ただ、E233 らしく床に黄色いあれが敷かれていますね。ですが、あ、これ、ドアまで黄色いんですね。そこのデザインはちょっとね。黄色いドアの上には各駅案内がありますね。この辺も観光名所がたくさんあるんだね。ぐるり線で行くお出かけスポット。この列車は上総亀山の3駅手前、くるり。あ、車内には液晶の運賃表示器があるんですね。この辺はちょっと新しさを感じるね。ところで木更津から上総亀山まで何円なの ?680 円です。往復では1360円。往復すると結構かかりますね。だから東京駅と上総亀山駅を往復するだけでも休日お出かけパスの元は取れてしまうわけなのです。おお、それなら積極的に使っていきたいですね。でしょう?それはさておき椅子がだいぶ硬いんですけど。それはそれは。そんなわけでくるりへ向けて発車。次の停車駅は祇園です。千葉県なのに駅名が京都ですね。お、勘が鋭い。祇園駅は千葉県以外にも存在します。お、ってことはちゃんと京都にもあるんですね。あ、いえ、あるのは福岡です。京都はないんですか。京都には祇園駅はありませんが、祇園市場という駅があるのです。さて、自動放送。日本で一番よく使われているタイプの音声が用いられてるんだね。てっきりローカル線だから自動放送は搭載していないのかと。2008年にデビューした車両なので E233 系騒音の設備は搭載しているずです。なるほどです。ところで、ここら辺はまだ割と栄えてる印象だね。そりゃあまだ木更津を出たばかりですもの。てことはどんどん。ほい。おお、一気に木更津を出てまだ10分ですが、いきなりクライマックスみたいになりました。千葉全体が紅茶ないって分かってはいるけど、千葉の奥深さが伝わるなぁ。自動車といえばディーゼル音。すごい音を立てますね。でも、らしい、感じがいいね。いやぁ、この音たまりませんな。これだけで御飯再開。いや、ご飯の接待はいけます。列車は横田駅に到着。ここもまた静かな駅ですね。これぞローカル線オブザローカル線ですわ。この駅名表が夕日に照らされたらさぞ美しかっただろうなぁ。今日はあいにくの天気だったけど。今更ですが、車内はオールロングシートです。ボックスシートが欲しかったけど、これはしゃあない。通勤輸送に対応しているってことなんでしょうかね。ロングシートの場合は大抵そうだと思うよ。でも音がたまります。あれ、中途半端なところが優先席になってますね。基本的に単純性が優先用の区画を作ることができなかったからだと思われます。ほうほう、なるほど。それよりも気になったのはアシスタですね。アシスタが暖房設備でスッキリしてないっていうのが少し気になる。でもここは妥当点じゃない。いやだ、僕は足の下がかっこいい方がいい。もう次がくるりですか。早いですね。これでも40分くらいかかってます。あ、いよいよ到着だ。相変わらずのローカル感ですね。私の大好物な雰囲気です。そんなわけで終点のくるりに到着。くるりって字、まじまじと見たらちょっと面白いですね。なんかちょっとわかるけど。ちなみに先ほどまで乗ってきた列車は折り返し木更津駅になってました。やっぱりそこら辺は需要があるんですかね。かもですね。それでも一両なんだな。次の電車までちょっと待ちます。お、さっき乗った車両の看板、結構精巧に作られているな。顔出し看板になっていますね。ちょっととこはちゃん顔はめてきてよ。やですよ。なんでですか。
お、木更津行きでしょうか。それが発射していきましたね。キサイ130系の後ろでキサイ130系が発射する。ちゃんとお客さんも乗せてキサラズヘとビーゼルオンも轟かせて発射していったね。こうしてみるとあの顔出し看板、再現度が高かったですね。だよね、ノーベル賞あげてくるり液探索は別動画としてあげようかしら。動画数を少しでも増やすのが狙い？あ、さっきとは違って二両の列車ですね。これがカスサカメ山駅まで行くやつかな。そうですそうです。というわけで早速乗っていきましょうか。にしても派手な外見にもかかわらず意外にも周りの風景とマッチしていますね。これがデビューした時はブーイングものだったと思うけど、今ではすっかりローカル線区の顔ですね。さて、乗車。この押しボタンを押して乗り込むの久しぶりかもしれないな。今はいろいろあってドアが全部自動で開くようになっちゃってるからね。そういえばそうでしたね。ああ、鉄の塊を人差し指一本で操作できる。これこそ何事にも変え難い優越感を得ることができる。私は連結部が気になる人間です。ちゃんと行き来できるんですね。このスペースが好き。って人もいるのでは？特筆すべき点はなかったけど、行き来がしやすくていいね。というわけでくるりから20分ほどかけてカズサカメ山まで行きたく存じます。それにしてもやけにペターってしてる椅子ですね。椅子の硬さがよく伝わるなぁ。JR 東日本、そういうとこだぞ。というわけでローカル線区にはぜひとも喧嘩。次の停車駅はノーカズサカメ山駅なんですね。楽しい楽しいローカル線ももうおしまいです。終点って何かに乗り換えるの？カズサカメ山駅は電車の乗り換えはありません。だから折り返します。落ちないどころかあと半分も残ってんじゃん。ですが終点に近づくというイベントは悲しくなるもの。まあそれは否定できないけど。車窓を見ると旅の終わりを感じさせますね。楽しいローカル線の旅でした。ちなみに一つ忘れていたことがあります。何ですか？くるり線、トイレがありません。トイレないの？木更津からカズサカメ山まで1時間なので困る人はそこまでいないと思いますが、トイレがないプラス末端区間の本数が少ないことを念頭に置いて乗車しないと大変な目に遭います。確かにコーヒーとか飲んだら大変な目に。計画的に水分補給しないとだね。終点のカズサカメ山駅に到着です。全体的に古めかしい駅舎だなぁ。でも下手に整備されているよりはこっちの方がいいですね。写真を撮ってる人、意外にも結構いましたね。気軽に乗れる路線らしいですね。これが木でできているのもローカル線チック。ちょっと見づらいけど、それもいいじゃないですか。本日はくるり線を乗り通してきたという動画でございました。トイレなしの主要車両に設けられた硬いロングシートから眺める田畑と森林の車窓は最高でしたね。ちゃんと褒めてあげて。なんだかんだいい路線でしたので皆様乗ってみてくださいね。それでは本日はここまでとさせていただきます。また次の動画も見てねー。